ます。どうもこんばんは、矢作すみりです。今回は何のゲームですか？いや、前回はね、まあ、こうちゃんに告白されたって話をしたんだけど、いや、実はしたら先輩にも告白されちゃって、パリに行くから、お前も来るだろうみたいな。皆さんこんばんは、坂井です。そしてそして、皆さんこんばんは、早見沙織です。ヤギさん、脇見えてる。動機？じゃあちょっと読むね、次。読んでください、読んでください。この番組は、プロクション愛人制作のドラマ CD クワッドクロスで、サーキュンセラコを演じる。なんだっけ、矢作さゆりが。なんでこれ、なんですかこの。これは、今時女子の。今時女子の。これポーズなんですか？プリクラを撮るから。こうだと思ったらもう古いんです。そう、これはもう古いんです。これはこれそれは、じゃそれ正解じゃない？違う、やってますね、これ。え、違う、じゃあ今こうなの、こう、え、こう電話あ、じゃあさくらさんで、次さくらさんだから、ここかこの場所演じるさくらあやねと申します。さくらあやねとと、ルカリラ役を演じる早見沙織がお送りするてんてれれんじゃない、ガールズクロストーク番組です。全然大丈夫ですよ。本当に楽しい。じゃあ早速なんだけど、まあ、今日ね、ハミちゃんが来てくれた、レディオクロス、レディオクロス、本日の放送英語禁止となっております。イエーイ、無制限時間、イエーイ。盛り上がりすぎちゃった。見切れてるよ。なんでっていうと、まあ、そもそもこれをやったのが、まあ、バレンタインデーの放送会に、あのバレンタインデークソくらいつって、なんかこうアメリカから渡ってきた風習だから、バレンタインっていうのはだから禁止にしたんです。だったんですけど、多分それがちょっと盛り上がったから、ゲスト会でもやっちゃおうみたいな。もし英語を言ってしまったら、これチンベルなるので、これが鳴ったら100円をこれに投入して、インしますゴミ箱。そしてここに溜まった100円で、私たちレディオクロスはお寿司を食べに行くロケをする。イエーイ。はい、本当に呼んでくださいね、お寿司。というわけで、英語禁止のレディオクロス始まるよ。無線銃時間。よく笑ってるよな。無線銃時間って言うんですね。そうですよ。そっか。改めまして、4つの十字架、早急ステラ役の矢作さゆりです。作品も変わっちゃうの。そう、カノサッシャ役の桜彩音です。そして番組に初めて来客したルカリラ役の早見沙織です。はい、はい、さあ、はい、はい、お邪魔します。さあ、そんなわけで、もう始まってるんですか？始まってますよ、もう今からあれしたらね、100円あれが、これがしたらね、チンしたら、金が、小型の金が鳴ったら、小型の金が鳴ったら、で、はるちゃん頭いいからな。でも、あんま引っかかりねえぞ。ちょっと行きますよ。もう全然もうお財布閉じますよ。全然マジで払わない気持ちで。払わない気持ちで。気持ちで。だってなんかさ、なんか最後の方、私お寿司行きたいって言ったけど、なんかあれ
無そ。それは、はい、それはあのこの後の番組の方で言っていただいて、そうです。あ、後の方で言って。自由型ですか。自由型。この子。やだこの子。ちょっと嫌です。でもちょっとな心なしか皆さんちょっとトークを控えめ。あ、やだ。十字架の第2話の、はい収録が、はい、終わりました。イエーイイエ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 イがイエイイエイがイエイがイエイがやっぱりね最近ねちょっと流行ってるから2話の台本どうですか見てみて。あ、なんかあの1話は、うん、ルカリラが割と、うん、なんて言うんですかあの主要な主役だったからね。そうです、主役だったじゃないですか。だから今回はすごい、うん、あのねあのなんていうんですか主役が別の方でもあり、うんうん、そうね鏡がね今回は、はい、そうでしたね。前回と違ってすごく叫んだり、うん、あのワーキャーとこうなんていうんですかねなんていうんですかこうなんワーキャーとワーキャーとあの大声を上げるというような内容が非常に、うん、内容が非常にあの濃い濃い物語とロケになっておりました。なっておりました。なるほどね、はい、そうね。いかがでしたか。いや私はね、まあ、別にあのおいでのこの前はまあ話しましたけれども、まあ、おいでがおいでじゃなくてあ、まあ、おいでっていうあれでしたけれども、そうなんですよ。めっちゃおいでが今回おいでじゃないから、おいでが今回おいでじゃない。じゃあみんな楽しみにしてたおいではみたいな。でもおいでをしのぐおいでそうなんですみたいな。おいでからのおいで、おいでいやおいでからおいでがおいでじゃないけどおいで以上のおいでおいでだね結局そうね、おいではおいでしかないよね。あの私あのボタンをすごい押したいんですけど、ごめん。えたーうわーたー、喋りたくなくなりますねこれ。ぜひお支払いいただいてありがとうございます。まあすいませんね今日はあの企画がないんですけれども、そうなんですよ。まあじゃああの次、はい、まあ1話の出来事を踏まえて、はい、まあルカがねちょっと強くちょっとそうえなねえねえ今ちょっと待って、言い方言い方が止めたのにさ厳しくないさっきから私に。でもパピプってポ行はごまかしようがなくないですか。そうですよ、だってイエイとかならそうですよイエイだから絶対私に厳しいよね絶対私に厳しいで、なんだったっけあの強くね強く、ね、はい、ね、人皮向けておお、ね、より強い女にね、なられたということでありがとうございます。だってなんかありがとうございます。ね、美しすぎる。あ、そう。ルカリラ。ですよね。なんかこう十字架が。よかった。なんだろう。まあねちょっとね。イニシエの何かに。イニシエの何かに。十字架がイニシエの。イニシエの何かにね生まれ変わって。ねあの結構ルカさんねなんかプチッと来られてね。そうなんですよ。プチッと来ると、ね、なんかわうーみたいな。ごめんそんなでしたっけ。ヤギさんそんなでしたっけ。そんな脳内変換されてたんですか。私の声はいつも違うよ。そんなことないよ。ふーみたいな感じだったかな。絶対絶対こうこバカにしてますよ。もう好き。可愛いから OK。もう私も。あ、やっぱバレた。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 まあそんなわけで、はい4つの十字架なんですが、はいはい第2話
こちらの発売日の方が、おお決めました。イエーイ、やったやった、イエーイ、やったやったーやったー救われるやったやった。発売はですね、はい、5月23日、おそして超と G え G かな G G の G、 もう一回えっと G のお店ではですね、どこ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 えっと G のお店ではですね、明日ですね3月21日から、先行予約が開始します。予約してください。ではね、ここからお便りの方を読んでいきたいと思います。まずこちら、これ回答日さんからいただきました、はい、ありがとうございます。矢作さん、さくらさん、はい、そして来客のあやみさんこんばんは。こんばんは。お隣さん訪ねたみたいな先日、はい、超えっとじたすを聞いていたら聞いたことのない、何聞いてた新しいもの、聞いたことのない、どこですか、宣伝のあれが、宣伝が流れてきました。宣伝映像ですね。そうです、音声映像、音声、音声、音声、そうか、宣伝映像。僕もちょっとびっくりしながら聞いていたら、はいはい、なんと4つの十字架の宣伝でした。おー、今なんてこの無線ではあまり宣伝していなかった。4つの十字架がちゃんと宣伝されていて、うん、すごく安心しました。お客さんにハラハラ大丈夫、みんな聞いて大丈夫、もうあと3行だから、はい、ですが最後の、はい、おびてで吹いてしまいました。これで売り上げ2倍ですね。イエイ。そこで思ったのですが、はい、第2巻の宣伝はお二人の好きなように作ってみるのはいかがでしょうか。おー、次はね、うん、これどういうのでもいいの、どういう何秒ですかね、だいたい15秒くらい、20秒ですって、うん、おいでから始まればいいんじゃないですか。逆に逆に逆に終わりの始まりみたいな、おー哲学的ですね、始まりみたいな、そして始まるみたいな終わり、そして始まるみたいななんかさ、ちょっと適当じゃない、適当じゃない、ね、違いますよ、心からの、心から、心からのダメ、あなたも関係あるんだから、ちゃんと宣伝することは考えなきゃダメよ。おいででまず人を引きつけるんですよ。あ、はあはあ、なるほどね。あのじゃあてれれれれおいでってなって、そうしたら聞こうかなって思いますもん。4つの十字架の美、あの、なんていうんですか、あ、あの、いや、あの、なんですかね、背景曲、美麗な美麗な美麗な、あの、美麗なあれが流れ、背景の音楽、背景の音楽が、美麗な背景の音楽が流れて、はい、うん、て、おいでおいで、4つの十字架、4つの十字架、5月23日発売。発売みたいな、みたいな、みたいな、なるほどね、のとか、ちょっとなんかあの違うね、違うくないよ、なんだって、なんだって、じゃあそんな感じでいきたいと思います。さくらちゃん今久しぶりに出したのね、うん、私結構おとなしくしてた、そう、全然100円出さない、そう、結構私これと、あ、今八木さん言った、大丈夫って英語で言った、あ、大丈夫って英語で言ったあれって何の略なんですかね、日本語英語かな、これがそう見える、たくさんのお便りありがとうございました。うう、私たちが交差会話できそうなお便り、まだまだお待ちしております。交差会話、無線十字架。ではここからは番組の聴取者の皆さんから募集したこちらの企画を行います。題して、交差会話が盛り上がりそうな単語を入れた箱会話。はい、なんだなんだ、というわけで何をするんだ、私たちが盛り上がりそうな単語を募集していましたので、それを引いて交差会話をしていきます。交差会話って言うんですね。さあ、うーん、さあさあ、いきまーす、やってください、はい、おかしらさん安堵、安堵してる、おはぎさん、あやねる、はやみん、こんばんは、こんばんは、交差会話してほしいお題は、うん、好きな花でお願いします。あら、なんか乙女、乙女ですね。好きな花って難しいですね。花って要するに、こう、なんて言うんですか、言わないと、
何が好きですか、矢作さん。私、はい、バラかなバラかな、バラです、情熱、あー、バラ、情熱の、バラ、バラ、一回言ったやつはもうダメね。うわー、ずるい、一回言ったやつはもうダメね。早見さんは、私、なんだろう、こう甘い、はあ、放送禁止音みたいな。どう言ってんのね。意味わかる。甘いというのをまず訳していただいて、うん、そこに放送禁止の音自体の擬音をちょっと被せていただくと、あそういうことか。伝えづらいんですけど、赤い、あ、そう、あ、そうだ、赤い、レディレディレディ、なるほど、いいですね。あれですね。あれです、さくらさん。私ですか。私ゆりですね。ゆりですね。私ゆりですね。ゆりですね。ゆりです。はい。フレキス。うん。フレキス。フレキスさんの名前変えちゃった。名前変えちゃった。わかんないからね。そうですね。フレキス。フレキスちゃん寝る。あ、フレキスちゃん寝る。寝る。ああ、なるほど。うまいね。よし。矢作さん、さくらさん、客の早見さん、こんばんは。こんばんは。今回3人に、交差してほしい会話題は、好きな乾麺です。乾麺ですか？乾麺？乾麺ってちょっとなんか、乾麺ですよね、あれ。まあ、くるくるするやつ。そう、茹でる、茹でて。茹で上げて、茹で上げて、かけて、かけて、するあれね。そうですね。分かった、分かりました。そうです。パスタ。なんか開き直った。だって100円で一回だけ言えるんですよ。そしたらもう視聴者の方に伝わりますから。もう私が言えるよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。100円なんて安いもんね。そうなの、パスタなんだよ。早くさ、2回も。2回もいいです。今すごいよ。ちなみに。私、アサリ、アサリ。アサリ？ああ、うまい、うまいっすね。アサリですね。アサリ、アサリ。私、なんだろう、乳製品っぽい。あ、私もね。ああ、同じです、同じ。同じです。食肉入ってる、なんていうの？食肉？食肉？塩漬け、加工肉が。もうどんどん、どんどんいかないとね。はい、どんどんいきましょう。卵豆腐さんからもいただきました。卵豆腐。おはぎ、あゆねる、ヘミン。コウさん！僕は今高校1年生なのですが、先日生まれて初めての、職場体験、違うな、職場体験、違うな、社会人体験、社会人体験の労働の、あ、そうだ、でも労働権、労働権、労働、若い人向けの労働を始めました。会話題はやってみたい、もしくは経験したことのある労働でお願いします。私は、寿司屋でやってましたね。そうですよね。本屋でしたいです。あ、本屋か。早見さんは？なんだろう。あ、私なんだろう。音楽会場の、うん、飲み物を注ぐ人とかになりたい。なんで？なんで？楽しくないですか？だっていろんな音楽聴けるし。音楽会場って何ですか？音楽会場。じゃあね。違う、どういう、どれですか？そう、あるじゃん。ちっちゃいとこ？そうそう、バーって人が入るとこ？ちっちゃめの、なんて言うんだろう。音楽家みたいな。野球の。しょってる人ですか？あ、しょって、ジャーってやる人。それ系じゃなくて、なんか、なんて言うの？一角に。一角に？なバーカウンターがある店だよ！あ、ほんと。ありがとうございます。なるほど。はい、次。はい。美味しいご飯が食べたいですさん。はい、食べたい。早見さんが来客し、早見さんがお客さんに来るということで、皆さんで交差会話してほしい。はい。これは、言葉は、海外旅行留学です。お寿司の、お寿司？お寿司の資金が、疑心暗鬼になっちゃって、すいません。お寿司の資金が集まるといいですね。そうですね。まあ私冒頭でも言いましたけれども、音楽で留学されるしたら先輩です。どこにですか？どこに行くんですか？どこに行くんですか？ロンドン、ロンドン、イギリス。あれはあ、やばい、私。あ、言った。私、二つ、二カ国、二カ国。あー、もうやだ、もう。いろいろ行きたいところはあり
ありますが、うん、あの「す」が2回入るとことか。あーあ、3文字の、はい、フリフね、フリフとか銀行あ、そう、銀行、ルパンがいる、ルパン、あー、200円、ありがとうございます。300円、じゃあ400円、うわぁ、自爆しすぎだよ。無線の名前、はい、日本二つ結び協会、会長さんからいただきました。高い位置の、ね、必ずカバンに入れて持ち歩いているもの。うん、紙切れやら、あ、紙切れ、チリ紙ね、チリ紙、正式名称麻薬、チリ紙とか、チリ紙とか、でもみんな同じだよね、入ってるもんね。あと携帯電話とか、あ、ですよね、最新機器の、あー、ね、持ってないんだよね、私は。予想、え、本当に、あれじゃないです、でしょ、私は電話ですみたいなやつ、え、私電話みたいな、え、あ、そう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 、私電話、そうそうそう、電話、あ、リンゴ社のね。あ、そう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 。はい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 、はい。リンゴ社の。あれですか、じゃあ、パカパカ。うん。パカパカ。私、スラ。スラ。スラ、スラ、スラ、え、なになになに、ス、ス。あれっすわ。あれっすわ。あれっすわ。イコリンさんからいただきました。ありがとうございます。萩さん、さくらさん、ゲストの早見さん、こんばん。やったー、ありがとうございます。すいません、おお、ナイス、投げ入れた、見てまーす。もうみんな、皆さんに交差会話してほしい重要単語は送迎自動車、送迎車か、あ、自動車、うんうんうん、僕は今でも高級な移動手段という、うん、思想を持っているので、思想、一気に堅苦しくなった、思想を持っているので、はい、普段、はい、普段の生活ではどうしても間に合わない時にしか乗れません。あ、我々は割と使う方かね、現場と現場の移動で使ったりしますね。そうだね、あれだね、うんちゃんに説明するとき難しいね。何をですか？自分の職業ですか？あ、違う、なんで職業？何、自ら、何それ、どんな、何それ、行き先を、行き先、そう、え、パカって言わない、パカって言わない、そうね、パカッとは言わないけど、スッて、あ、スッて、あ、違う、単語だったんだ。そう、ちょっとね、なかなか自分の行き先を説明するのってこう、あと、こう、道順も、わかんないね、道の名前ついてたりとかするじゃない。だってあれって造語ですよね。造語じゃないんですか？だってほら、うーがさ、もう英語で、ふふ、もうこう。なんでね、ちょっと最後だし、みんなでこう、大きい花火を打ち上げて、打ち上げましょうよ。一斉の手で言いましょうよ。せーの、かな、な、び、なんでね、これはひどいね。さあ、これはもうあれです。22ですか？お話ししてきましたけれども。下水。いやー、ずいぶん溜まりましたね。いやー、これね、いくら溜まったかは、エンディングで集計していただきたいと思います。やったー！やった、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 やった。無線従事官。そろそろ交差会話も終了の時間になってしまいました。番組では聴取者の皆さんからの普通歌感想、私たちに交差会話してほしい話題、短い企画宛てのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号105-8000に文化放送超 A と G 多数無線十字架まで。電子機器から送信する場合は、宛先が言えないのでこの辺に出てると思います。短い企画についての紹介は番組の電子日記をご覧ください。はい、また私たちが毎週宣伝している劇の音源4つの十字架ですが、現在超えとじかわいく言ったらいいってことじゃないかわいい、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 
ヤミさんポって言いましたよね。そして第2話が明日3月21日から予約を受け付けますので、この機会に注文してみてください。見てください。はい、待って、あなたよ。あ、私か。ですね、さらに、はい、ここで番組からお知らせです。重要なお知らせですよ皆さん、はい、起きて起きて、起きてください。目かっぴらいて、メモの、はい、メモの準備を用意して、もう用意して。今週末に行われる、はい、東京国際動く漫画祭りで、はい、無線中時間の催し物があるそうです。催し物、催し物ですよ。3月25日日曜日の14時から文化放送の舞台で行います、はい、ぜひ遊びに来てください。来てください。東京にね。さあ、そしてここに集計がございますが、矢作さん13、早見さん15の、つくれさん17の、ちょっと矢作さんが毎年矢作さんが短期労働してた、短期労働してたお寿司屋さんに行けばいいじゃないですか。なんならあカパ巻きしようか。私納豆巻きが食べたいです。下で買ってこい。なんでなんで私どうしたの。なんかカパ巻きとか、私も納豆待ってるよ。納豆待ってる、納豆は大丈夫。みんなでちょっと、ありがとうございました。でも楽しかったです。心の底から笑った。本当楽しかったです。どうもありがとう。さあ、そしてそんなタソですが、はい、この後ですね、あ、はい、タソの方の番組があるということで。そうです。その口を。なんて言うんですかね、自由形というですね。自由形。共演みたいですね。早見沙織の自由形という。自由形。自由形。ですよね。それでいいんですか。何それ何それ、自分の番組はやっぱりちゃんと告知として、さっきだって無線十字架が生んでて、いやでもやっぱりだって嘘の番組だし、いやそれはね、あやみさんあるのフリースタイル、フリースタイル、フリースタイル、お願いしますよ。もうまずいいしちゃってくださいよ。すいませんね。うわ、やったー。一緒に入れようよ、一緒に。じゃあ一緒に。はい。はい、連れ入れ。うわー。という、やってるので、ぜひ、公開録音の。はい、公開録音。はい、公開録音の無限放送。はい、じゃあ両方、はい、お届けして。お届けして。はい。行くという。全国に。というわけで今日はこの辺でお別れです。お相手は4つの十字架、早急ストライクの矢作さゆりと、カノン差し役のさくらあやねと、そして番組初の来客の、楽しかったルカリラ役の早見沙織でした。来週もこの時間にお会いしましょう。なんでだよ、なんで。またお別れだ。